今回は新カードノーマル勇気近光を紹介。 1.5 コスト弓兵で武力6知力3技巧を持ち、ステップ採用界隈でもトップクラスの使用率を誇る2箇所の性質違い多数値優秀。計略は敷地で騎兵になり、もう一度使用すると弓兵に戻る関係。師匠に合わせる顔があるまい。流派発動。一の型よろしい。我が輩が相手しよう。負けるかよ悪魔め。ふざけんさ。サイヤさ、マジを切れい。空が続く限り。サイヤさ。えい。来い。水遁。わかりません。息子を頼む。様は無敵です。クッチション公正に転じる。草原の民を青き狼のもとへ集え。クッチション戦ってのはよ、敵の陣地で暴れるもんだ。クッチション。貴様も道連れにしてくれる。息子を頼む。悪魔め。流派発動。三の方流派発動。二の方師匠に合わせる顔があるまい。負けるかよ。公正に転じる。水損。石塊回してて玉筒打ち損ねました。意味わかりません。クッサイヤサ。月も溢れるし先々の展開を見越して雪の計略で牙に変化しておく。打ち抜け。草原の民を青き狼のもとへ集え。牙の機動力で雪をはし投げ。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。俺様は無敵です。敵城に素早くたどり着いたところで弓兵の向上力に変化。
原の民よ、青き狼のもとへ集え。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。息子を頼む。さあやさ。次は頑張ります。恥を切れ。師匠に合わせる顔があるまい。前期解放。落としすぎたね。相手も水玉打ってくるのを想定してギリギリまで兵力を整えよう。屈指しろ。えい。屈指しろ。負けるかよ。攻勢に転じる。火事を切れ。流派発動。三の肩。駆逐しろ。せめて人たち。今回は2試合あるよ。神の元へ集え。打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。元気復活。チア。正面。
動。三の方、えい、号令のお手本見せてあげますよ。打ち抜け流派発動。見ろ方、戦闘ダメージ判定を行う感覚を速くする計略はその度に知力戦闘を行う。簡単に言えば乱戦速度2倍の計略を打てば知力戦闘の2倍。俺様が越国最強の将軍なんですよ。うう、悲しい。流派発動。一の方、号令のお手本見せてあげますよ。打ち抜け。相手の槍兵が落ちているのでヒバマウントに喧嘩。シピーチだからこの時に都合の良い兵士になれるのが便利。それが続く限り、槍やさ、踊れ。この力下手すりゃ反射になります。ご視聴ありがとうございました。